こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。お元気でしたか？いよいよですね、お腹の調子が悪いとか、いろんな、ことを聞いて、ハイパーラクタムというのが数年前に、金法先生のもとに開発されました。本当に乳酸菌、今でこそですね、腸に届く乳酸菌っていうことで、いろんな会社が出されておりますけれども、このハイパーラクタムの、単体が出た頃はですね、なかなか腸まで届く乳酸菌っていうのはなかったんですね。そしていよいよこちら、ハイパーラクタムネクストっていうのが、新発売になりました。こちらはですね、以前のNS 乳酸菌、旧乳酸菌っていう、こういったものが、ハイパーラクタムの、原種だったんですけれども、さらにそれに加えましてですね、ちょっと読ませていただきます。NS8A とですね、乳酸菌。こちらは精神を安定するというような、そういった、効果があるようなんですね。それと、NS5 乳酸菌ですね。こちらの方は血管を健康にするというような、そういった乳酸菌らしいです。そして NS11、11乳酸菌ですね。こちらは体を浄化してくれるらしいんですね。そして最後に NS12 乳酸菌。こちらはメタボに効果がある。こういった5つの乳酸菌がこの中にたっぷりと入って、パワーアップして新発売になりました。従来の、ハイパーラクタム同様ですね、こちらのハイパーラクタムネクスト、パワーアップした、乳酸菌が、たくさん今言うたような、乳酸菌入ってますので、こちらの方もぜひお試しください。今日はハイパーラクタムネクストのご紹介でした。それでは、さようなら。